ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎豊です。今日は2023年8月の23日水曜日です。今日は感動起爆剤学校シリーズを言っております。その中の第3弾、長松茂久さんの感動だけが人を動かすってね、中から言ってみたいと思います。第2章、感動だけが人を動かす、ナンバー11です。やりたいことがわからない、それはダメなことなのか。なぜ夢を持てないことで劣等感を覚えてしまうのか。質問します。あなたには明確な夢がありますか。もしくは何かやりたいことはありますか。こう聞くと多くの人が自信がなさそうに首を横に振ります。ありますとすぐさま答えられる人は客観的に読んでください。ありますとすぐさま答えられる人は客観的に読んでください。夢とかやりたいことを聞かれると明確に答えることができない、そんな人に向けてここから書きます。夢ややりたいことがわからない、そんな時自分はダメな人間だと思ってしまうこともあるでしょう。ただ私も夢などを掲げていく方なタイプではありますが、なぜなら僕たちは夢を持って進むことこそが成功へのたった一つの道であると思い込まされているからです。しかし実際にこの質問に対して明確に答えられる人は10人のうち1人いるかいないかくらいなものです。にもかかわらずいろんな番組や特集などでは、夢を持ちそれを叶えた人のみにフォーカスされます。それはなぜなのか。夢を持ち追いかけている人が絵になりやすいからです。そしてそのキラキラした姿を目にした夢を持てない人たちがやっぱり自分はダメなんだと思い込んでしまうのです。夢の通りに成功した人は意外と少ない。では明確にやりたいことを持っていない人はうまくいかないのかというと、意外とそうではありません。僕は経営のサポートや出版支援という仕事上、たくさんの経営者やいろんな分野で結果を出している人たちにお会いします。その中には大きな成功を手にしている人もたくさんいます。そうした人たちに取材してきて気がついたことですが、明確な夢を持ちそれを実現したという人は驚くことにほとんどいません。どちらかというと、目の前のことを一生懸命やっていたら、気がついたらここにたどり着いていた、もしくは夢と思ってそれを追いかけていたらいつの間にか導かれるように全く違う道に進んでいたという人がほとんどなのです。なかなか面白いことですね。チャンスはどこからやってくるのか。ただそうした慣れ行きでうまくいっている人たちは一つの共通点があります。おお、何の共通点だ。それはチャンスを人が与えてくれているということです。ほう、目の前にある仕事を期待以上に返していくと人は感動します。そして人は感動するとその人を周りの人に紹介したくなります。どうせならあの人から買おう、せっかくのいい話だからあの人に持っていこうとなります。多くの成功者たちは頼まれたことを期待以上に返していくたびに思いもよらない大きなチャンスを手にしているのです。多くの成功者たちは頼まれごとを期待以上に返していくたびに思いもよらない大きなチャンスを手にしているのですというね。期待以上に動画が作れればチャンネル登録は増えていくわけですね。今日も期待以上に動画作れるように頑張っていこう。ハッスルですね。ごきげんよう。チャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。